マラソンを始めたきっかけは2000年のホノルルマラソンの番組がきっかけです。ランニングの魅力はそうですね、気軽にどこでも走れること、それは家の周りもそうですし、海外に行った時、初めての土地を自分の足で走ってみると見えてくる景色や空気であったりとか、そう音、そういうのは全てがやっぱり五感で感じることができて、その旅がより一層魅力的なものになるかと思います。シエシエは今13歳で、もうすぐ3月で14歳になります。老犬ですが、私にとっては家族です。家族ですし、もう一人の息子のような存在です。とってもとっても愛しい存在で、ずっとずっと長生きで、そして元気で、隣で、いてくれるだけでもう本当に癒しで大好きなシエシエです。こうして鎌倉で一緒にシエシエと暮らせていることが本当に幸せで、とっても私の癒しの時間になっています。天才、めっちゃ天才。こだわり、なんだろう。愛情。いや本当だと思う。それは本当だと思う。美味しく美味しく美味しくなるの。そう。お母さんが作ってくれたご飯と一緒にさ、本当にこういうね、愛なんですよ。そうだね。B 面の利益強化。強化っていうか、でもみんなの見たいと思う。強化というか、うん、出しちゃう、そうそう、出しちゃう、強化はしてないんだけど、出しちゃう、出しちゃう。でももともと当時全体だもんね、うん、それはさ、ほら、まえちゃんは B 面も知ってるからよ。あ、そうか。全く知らない人が、まず私のダンスが始まったことでどうしたってなってるの、多分ね、その B 面しか、そう、ダッシュ誌とか走ってるとか見てるっていうか、うん、なんでどうしようと、どうしようと、なんでみたいな、なんでも何も出るのね、多分そういう感じなんだけど。息子が卵と乳製品のアレルギーがありまして、それがきっかけでビーガンスイーツを勉強するようになりました。まず第一弾としてクッキーが簡単にお家でできるんじゃないかということで、キットにして販売をすることになりました。熊次郎のスイーツキットの良さは、とにかく自分で、作って焼いて食べる、もう本当に簡単ですね。3粒乗っけるとすごく味が引き締まって美味しくって、ワインのお供にすっごい合うんです。はい、ちょっと大人の味なので、うちの子供はお塩ない方が好きだったりします。じゃ半分お塩にしました。それでこのできた状態で160度のオーブンで約15分ぐらい、本当にね、忙しい朝でも全然できるんですよ。大好きな人たちと一緒に囲んで熊次郎を食べていただけたら、もうそれが私の望みです。ちょっと、はい、焼けました。あ、すごいいい香り。麦じゃなくて米粉なんですよ。それにチョコチップ入れると結構子供がね、喜ぶ。